子の中にあるコーヒーの成分をお湯を当てて溶かし出すってイメージだよね、抽出って。だそれをどうやって溶かし出すかっていう、だそれってやっぱ温度じゃん。熱いお湯でやればすぐ溶けてすぐ出てしまうけど、お湯を当て続けるとその後はもう雑味にしかなんない。お茶と一緒、出がらしで、これもフルデジタルじゃん。もう明らかにね、もうね味が違うのよ、うん、なんていうのかな、まあもう俺の中でエスプレッソマシンとかこのグラインダー見る、もう俺の中では調理器具なのね。だからなんか自分はそのね、焙煎されたコーヒー豆をカットして調理してるっていう意識で、だからやっぱ調理するのに調理器具って大事じゃないですか。だそれはやっぱりそのアナログなものもいいけど、やっぱ最新のこういうコンピューターでいろいろとこうレシピを作れるものの方がたった 20cc ぐらいの液体なんだけども、やっぱ全然違うよね、化ける。一回その違うアナログ機を使った時にやっぱね同じ味が出せなかったんだよね。だその機械は温度は変えられるんだけど、デジタル化されてないから、なんかねボイラーのバルブ、こんなネジをちょっと2ミリぐらいキュッてやると1度上がるとか、そういう世界。これは表示されてるからさ、ピッピッてやればさ96度にも4度にもなるわけでしょ。だそれが瞬時にできちゃうのがなんかすごくね、まあ現代的っちゃ現代的なんだけど、で何が一番大変かって綺麗に保つことなのよ。だからこいつね、まあ初めてなんだけど、ウォッシュっていうなんかボタンがあって、熱いお湯でさ中ガーって洗浄してくって油が落ちるようになってんだけど、前は自分でお湯を出して止めてって、で外してまたつけてってやんなきゃいけなかったんだけど、こいつはで洗浄剤みたいなねやつちょっと入れるのよ、自然の成分の。でそれ入れてピッてやると洗浄勝手にパチッ、洗剤がちゃんと全部落ちるようにやってくれんだよこいつ。だからもう片付けしてる時セットしてあらかじめピッてやっとけば他のことずっとやってられる。だそれがね、わこれさすがデジタルと思って。 M100 グレードが2つあって、これいい方なんだけど、もう一個の方にもそれはついてるっすだね。ただ他のメーカーにはついてないと思う。やっぱついててくれたら嬉しいよね。いつも全部片付けやってから最後にこいつをこう洗浄して自分がいて両方ともやってたんだけど、まあ20分から30分だよね、うん、時間かかるのがもう全部だ片付けが超早くなって時間短縮できてるね。チンバリはね、なんかちょっと他のメーカーのマシンに比べると今っぽくないんだよね。なんか良くも悪くも昔から変わらない、なんか武骨さがあったり、なんか最近車も何でもそうだけどさ、何でも角が取れちゃってさ丸っこくなってなんかコンパクト化されてるじゃん。でもこいつねぶっちゃけでかいのよ他のマシンに比べると。で今回はこんなデジタルになっちゃったからやたら重量もあるし、正直なんかあんまりこうね、こういう小さなお店には果たしてどうなのかなって思うんだけど、でもやっぱあえて使うのはなんかそういうところが好きだからなのかな。